世界のゲテモノ料理や激辛料理を稲川さんが食レポしていた特番を見たことがあります。当時の変わっったたた食べ物や死ぬほど、うんうん、まずかったエピソードを聞きたいですこれさ違うある時さあの日本テレビの番組があったんですよ。そういう番組があってね。でまあ有名な人がいるわけですよ。まあ、お笑いの人なんだけどお一人は亡くなってるんですから、ね、このコンビニがいて。でこの人がその亡くなったこの人が、まあ、その人の看板っていうかなっててその番組ですよ。 有名な女優さんだとかねあのアイドルだとかそれがレギュラーで何人か出てんですよ。その中の人私がいるんですがその中で私何やってくと B 級グルメを追求するわけで私が B 級グルメ。それねきつかったんだよ生意気わけじゃないけど私結構ねテレビの仕事多かったんですその頃時間がないもんだからそう番組のために本当は時間割かなきゃいけないんですよ食べるんだからでもそれできないんで大阪の番組やってたずっと大阪ずっレーニングやってましたから大阪のレギュラー番組から帰ってくんですよと飛行機だったな。 新幹線の前、私、ほとんどはね、大阪の番組、テレビ局、飛行機でしたね、昔は。で、大阪から飛行機で羽屋着くと、もうその撮影クルーが待ってるんですよ。稲さんって、つらいよ。だってもう、帰ってきて、家ち帰ってさ、一息つきたいんだもん。ね夕方というかもう夜に近い ?6 時とか、そんな時間でしょ休みたいですよ、もう疲れてるし、飛行機で着いて、そのまま車で行くの。1軒だけじゃないんだから、2、3軒回るんだよ、それも。で、今度は使うから、その,その週に使うから、どんどん使うと、か間に合わないけど。 それもさ何が向こう喜んだかっていうとその初めにやった時はね割とあの麹、ー、町の方なんですけどそこにさすごいせこい食堂があったの本当にえよくこんな食堂がある要るあの道があってさ斜めに坂道があるこの斜めの坂道のこの角っこなんだよねまっすぐじゃないですよ斜めだから三角形になってるその角っこなんだけど要するに坂この平らな道じゃなくて少し凹んだ道なんですよ凹んだ道をここで斜めの坂だから おかしなくは言ってきたんだよねそれでこうのれん下がってんだけどそののれんがさあのほら要するに白抜きって要するに周りが紺色で字が白いやつなんじゃないですか白抜きって言いますたね白抜きでもあんまり古いんでもうすっかりかせちゃっててその白抜きの形にね字が切れちゃってんの分かりますだからもう字がすっぽり縁が切れちゃってこの白と紺の間がこれもう紺色じゃないの色変わっちゃってその文がこう切れてその字の形に穴が開いてんだからってふうっともうすでにぽっこりでそれがヒイラヒイラしてんの。 うわ汚ねえ店だなと思ったのよ。それでガラス取れ持ってこれもさガタッと開かないの。ガラガラガラガタガラガタって開くの。開くとさもう見事なさ昔のデコランって分かりますあのプラスチックのうんって安いやつこの木目調のさ模様なんだけどすっかりすり減っちゃっててさ下の緑青が出てんだよねかって色が出ちゃっての。つってだからもう何十年も使ってんじゃないそれをね私褒めたんですよ。要するにね。これほど使い込んでるということはそれほど客が来てるという人気がある。し間違いなくこれ老舗なんだと。 のにに命命かけるけるるど、こののれんには命があると何人もの人たてやってくるからこうなったっやらなかったら綺麗だやった綺麗なのれんなんか死じちゃいけないよと汚れたのれんって方は客がそれで来てるんだってやったら褒めたらすんごい喜んだわけだよ盛り上がってそうしてだん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 このコーナー広がっていったんだよねっていうのはもともとの番組の中にあるコーナーでこっちも出てんだけどこ,れこっちも出てるんだけど番組そのものよりもその私もさ稲川淳二に何でも食べやすい変わってきたんでビよ B 級グレーンは。うーったらさ待ってんだよ店のほじなんか。 お疲れ切ってさ、6時ごろに羽田の空港つくんだよそれから3軒ぐらい回るんだよ途中のお店行ったらさタンメンこんな大きいさ丼ぶりどっかの見るんじゃなけて山盛り「ただって皆さん食,ってく食えるわけないんだよ俺の」で食ってくれ食ってくれって攻めてくるんだで逃げようと思って逃げたりするとさ店のおうちが私は端っんでずっと引っ張ってくるんだよね嫌だかダメだかっつってね皆さん食べてって俺死ぬからバカ野郎ってバってやったわけ食べ物をすごく粗末にしてるんだけどでもそのプロちゃんがには 純ちゃんんちゃんやってんのって普通はね「台場のお粗末にするな」とか言うけどそうには見えないなんかやっぱ楽しいし明るいしで評判すごくいいんだよねっていうの純ちゃんのところになると一気にね視聴者が上たいってのでこれねあのー、これ何々話話なんだけど純ちゃんね実はこの番組ねもう終わるんだっていうのあー助かったと思ったらそれでね話なんだけど番組終わるんだけど純ちゃんのコーナーだけは番組として撮っときたいっていうんだってんですよ 子ども番組やった時から知ってるプロでかあの顔はねですごい偉い人は知ってたんだけどでそれをやった時に俺真面目でこ、ね、あね、のー、すごく嬉しい話なんですけどあれやってたら絶対死んじゃうからすいません勘弁して降りたんですよたら「うわー惜しいなーこれ絶対人気あるんだよなーってっ」とかたまらないよそんな冗談じゃないねい実際あの食べる、ね、食いしん坊万歳なんてのはね えー、皆さんさんざんでしたからねあれ言っちゃうと悪いけど番組の人うん食べる番組ダメよ人死ぬから本当に、うん、体壊してね、えー、ですからねこ答ったんだでも気持ち悪いタイムっていろいろあったさそれそれ食べ物取りに行ったんじゃないけどさ例えばそれ昔奄美大島行ったんだもうそれはもうねいいとこで今もね奄美大島ってもう何度か行ってますけどもね大好きなとこでいいとこだ緑もきれいで海もきれいもちろんねでその頃ね要するにあ,のあちこちの土地行ったんですよ ちょうどね北海道だったかなうーんハーブ園なんかしてたんですよ北海道のハーブ園でいいとこで撮影しててその後に、よくあとに番組だからラクサつけようと毎週やってるからラクサをつけようとん、ね、で北海道のハーブ園の後、季節ですからね。 そしたらなんかして南がいいって言ったら奄美大島だったんですよ。で当時はねあの来てくれ来てくれってみんな言うんですよって局の方へね連絡が来るわけですよ。たら「ね稲葉さん北海道行ったんだから今度は奄美大島どう?」って言ったら「いいね南気持ちいいねええ!」って言ってそれで向こうのスケジュールもらってで観光課と連絡するわけで来いと来いと。そしたらそのディレクターがですねあの北海道のハーブ園があったもんだからじゃあっていうんで奄美大島のハーブ園紹介してもらったんですよね。でそれえらい間違いだったんですよ。 ハハーブエンじゃなくてハブエンだったんですよもう冗談もいいとこでしょでハブエンだったら「稲田ごめんハーブウンじゃなかった」って「ハブエン」あのバカ野郎と思って言ってしょうがないそしたらさそこ行ったらね偶然ね小道具があったんですよで誰がやったか知らないけど使ってないんだけどあのほらボクシングの時のさトランクスがあったんだでグラムがあったわけどこから持ってきたんだじゃあって私さハブと一体一で戦ったんだよ本当にあのこういう棒みたいな板があってさ そこにハブをさこうちょっを押さえつけにしておいて、でもこうやってジョーガンに持って動くんですよ。パーくるんですよ。それで、ハブがこうやって向かって、勝負。私もう裸のまんまですよ。あのトランクつけて、あのボクシングのさグラブをかって構えたわけ。それで、ハブがずーって手と、笑うとハブの目の前、ペッジャブすわけ。とハブがピーってるわけ。怖いよ、本当に。また、ペッってる。ハブがパッるわけ。と、みんなが、わこわ、わかわって。まあ、ってーな、って言ってるわけ。かわりました。とけたまたまね。 あのもうヨーロッパ系の人たちだな白人の,あの観光が来たんで何人かの人たちがらほらトランクスさいてその舞台で戦ってるからそれここハーブエンってそういうあの芸を見せるとことだからいろんな芸をハブを使って芸見せるとことでもそれハブを使って芸見せるってほんならんんな,ないのよやったもんだからさ喜んじゃって外人がなんかしげ茂の男がさ一生懸命ほらボクシングのグローブつけてハブ戦ってるからみんなうわーってて危なかったハブエンとハブエン間違えて。 で終わったらじゃあ今度はレストラン行きましょうって俺普通かと思ったらじゃないハブ園のレストランでさっハブっちおいていいんだけどそえ」って見たらハブの料理してんの、ね、よハブの料理うわー俺こんな食いたくねえなーと思ってみたら大きなこのね板まな板なんだけど長いまな板そこでハブを裂いてあって広がってるのがぶら下がったのねだそのハブを裂いた広がったその胃が長いんだ胃が腸が長いんだけどその中にあのー、こうなんていうの粘液にくるまれたさ子猫がいたんだよ 飲み込まれた子猫がもちろん死んでんだけど見てみなハブだよそれ広げたんでピタッとその広げてあるその中に、あのー、こうねえ皮、ね、みたいにこうビチョビチョになったら濡れたさ子猫が入ってんだよ飲まれた子猫がそれ見た後にさハブ料理食えるわけないでしょそんなもんさあ稲川さん俺殴ろうかと思って本当に、うん、しゃぶったけどねまずいとかそういう問題じゃなかったねまあ大概でもね我慢して食いましたけどねあれやっぱりさ 人間として感じて持っているといろいろ考えちゃうからね食い物がないって言うんだったら話は別だろうけどでも食えないよな気持ち悪くってうんいつだったかさそう長野県るさあそこですよねあのイナのカンタロ太郎稲でこれは古里自慢だから言ったの川が流れて気持ちがいいんだザザシってあるんですよねあのウジ虫ぐらいの大きさなんだ申し訳ないけどでこれ黒い色してんのねでそれをさこううーっと煮詰めるとさ赤いさ血のような汁を出すんですよ 黒い虫が赤く染まるの血みたいにそれは昔食べたととても栄養のバランスがいいんですよね要するにハチの,の子だとかザザムシって体に栄養があってバランス取れるんですよで昔は食ったって言うんですよねで役場の若い人来たんだけどみんな「俺は食ったことない」「嫌だ怖い気持ち悪い」ってみんな食えないんですよカメラ回るじゃないでも地元の人間みん,のみんな食えなくてみんな食えなくて私が一人で食ったねザザムシこれにから血流してビーって血が流れてこれに食うって流れるんでみんなうわーすごい カメラ回ったからできたけどさ。怖いよ。それじゃあ、また。またいつか。かこの場所で。赤い斑点。消せましょうか。うか <laughs> この、この。この。変だな。変だな。変だな。 いるんだろう <laughs> おい,おい